はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきあみです。今日は SD ガンダムバトルアライアンスやっていきたいと思います。本当は昨日動画出したかったんですけど、仕事でちょっと疲れていたのか、夜帰ってきて、シャワーして飯食ったら寝てしまいました。気がついたら夜中でした。はい、すいませんでした。というわけで今日はやっていきましょう。周回プレイもしっかりしまして、こちらの、ガンダムシードのトゥルーミッションの方を何回も何回もやってお金稼いで、ゼータの方をしっかり強化してきました。で、今回はこちらイレギュラーミッションの方、やっていきましょう。ゼータガンダムマックスまで育っております。武装の方は、メインがビームサーベルで、あとビームライフルで、サブがグレネードランチャーにハイパーメガランチャー、そしてスペシャルアタックがウェーブライダーとツイキスイカバーですね。さあ、これでいきましょう。プラグイン H 起動を確認。プラグイン P とのデータリンク開始。ラトレイヤーじゃねえんだな。前回と同じなんかプラグインってやつの別バージョンか。ソレスタルビーイングがすべきことは未来永劫変わらない。そうさ、僕たちはガンダムで世界の歪みを破壊する。目の前にいるのが世界の歪みみたいなもんだぞ。先ほど伝えた通りだ。頭狙いでいっか。ビーム効かねえ。やっぱりモビルアーマー。この前の独占型、今度は空戦型ね。とりあえず発動を振ってきたり、ポンポンスイングが飛んでり当たんない。何をしようっていうの。当たってないな。機体のテストを行い、危ね。回転切りか。グレネードランチャーの方はちゃんとバリア関係なくダメージ入るな。そのデータをどうするかでしょ。トロイに奥間まで仕込んできたってことは、もうちょっとでバリアが剥がれる。伝えるためだと思うけど、私にはそれを答える権限は与えられていない。またそれ。何をしてくる。ラチが開かないよ。ビームね。小隊長、彼から話を聞きたいわ。よし、これでバリアが剥がれた。まずはお話しさせましょう。うわ、体勢を回復する。攻撃パターンは大体分かった。かわせるか。肝心な時に見切った。これはどうだ。この程度。ああ、くそ、連発でちょっと格闘とか射撃来た時がきついな。やるな。あ、危ね。よし、この高さなら当たんねえんだ、あの格闘。うわー、まだだ。低いとこにいるときはダメだな。危ねえ。このままでは。よし、ロックが外れた。今のうちに回復。よし、バリアが剥がれた。直撃させる。飛行タイプのモビルアーマーにも対応してくるか。おー、すごいな。小隊長君、あの戦車タイプのどうしたの。さあ、これでもくれ。よし、戦車アタック、スイカバーアタック、しっかり当たった。進路を作り続ける理由は知的好奇心を満たすためだ。結構削れてんな。いいぞ。信じるか。それは君の。やっぱガードか。管理システムも。そんな理由ならハーネスがプロテクトをかけられてる意味がない。あ、うそ、3連撃だと。またバリアだ。50% 聞いてるよ。これで人格データの強制が解ければ。何を言っているのかね。私はこの程度では同時は。ああ、よろけも取ったし。あ、またバリアが。今あなたにあえて聞くわ。同時に回復。あなたたちの目的は何。世界征服でも企んでるわけ。君たちも似たことをしていただろう。歴史をねじ曲げようとしたこともな。そう、会話してんのはいいんだけど、俺全然話があまり聞く余裕がね。どう思ったの。それは私が判断することではない。もらった。当たれ。よし、バリアが解けた。くらえ。私はまだ飛べるぞ、小隊長君。もう少しでスペシャルアタックが使える。ハーメス、その前に何か言うことはないの。何を言ってほしいのかね、リトルレディ。本来人格が出てこない。飛んでくる時だな。プロテクトを強化されたみたいね。何か聞き出すチャンスを狙ってるわけ。向こうから来た。私の人格プログラムにエラーなどない。つまりは話すこともないのだよ。もう倒せるな。彼にもあるはずだ。はい、目が。あ、またバリア。ハロにトロイを仕込む理由がない。この程度。も
少しグレネードランチャーで落とすか。くらえ、それそこ、よし、レディー、ユーノ遅い、ようやく戻ったのね。俺が言ったこと、ブレイク修正を奴が黙認する理由を考えろ。いつ行った？気緩んでたわ。私、耳なんだけど。私は聞いてるわ。小隊長、お疲れ様。イリオンステーブルに戻りましょう。さあ、今回は割と簡単だったな。見事な手際だった。やっぱレベル30まで上げるとやっぱ違うな。F91 か。うわぁ、周回プレイ最低2回は行かなきゃいけないんだ。戦車型のモビルアーマーに続いて、今度は飛行型、幅広く対応してきたものね。少しハシュマルに似てたかも。これもデータを集めてたためかな。ガンダム、戦車、飛行型、次はなんだ、次はなんだ。潜水型かな。でもミッションにはガンダムラトレイヤ以外のモビルアーマー型は出てきてないよね。そのラトレイヤだってデータ集めや量産型のプログラムテストにしか出てきてないわ。どうもやってることがチグハグに感じるけど、ユノ姉さん、何かに気づいてなかった？ハーメス、いえ、彼に指示を出している奴は歴史に介入しようとしてるんじゃないかしら。ブレイク現象を引き起こそうとしているってこと？ミッションには積極的に出てきてないって言ったばかりじゃない。それはブレイク修正もまたしなきゃいけないことだからだと思う。アンビバレンツ。私の超 AI をフル稼働しても意味不明だけど。まあそうなんだけどね。でもこの二律廃反を成立させることが奴の目的なんじゃないかしら。私たちがブレイク修正を進めれば見えてくるはずよ。どのみち私たちが現実に戻るためには管理システムの階層に行かなきゃいけないんだし。なんかイノ姉さんがたくましく見えてきた。じゃあ G デモリッションセットアップ。さくら、いつでも来い。インストールナンバーゼロ。な、何それ、かっこいいよ、マスターハロー。この子たち変な影響が残ったままだけど大丈夫かしら。お、選択肢出てきた。俺も便乗してやるぜ。なんで小隊長までおかしくなってるの？何もされてないでしょ、あなたは。おほん。じゃあハロー、次のディレクトリへの転送をお願い。データ追跡には気をつけてね。ラジャーユノ、了解ユノ。ブレイク修正とブレイク現象発生、相反するこの2つを同時に満たすこと、それがこの G ユニバースで起きていること、これから起こることの答えになるはず。彼の役目、私の役目、小隊長の役目、多分答えは出る。イリオンステーブル、ディレクトリ移動完了。ディレクトリ移動完了。データの追跡もなし、セキュリティオールグリーン。侵入されたりウイルス仕込まれたり、怪しいエグゼファイルがあったりしない？もしそんなのに気づかないなんてことあったら、鼻からスパゲッティコードをインストールしてみせるよ。ユノ、セットアップ。熱々スパゲッティセットアップ。え？あはん。そんなことより考えなきゃいけないことが山盛りよ。ね、小隊長。さあ、また選択肢だな。どれで行こうかな。どれも気になるけどね。一番下で行くか。歴史に影響を与えられるほどの機体、モビルアーマーだと思うけど。確かに未確定の情報がまだいろいろあるね。多分ハーメスから何かちょっかいがあると思う。その前に調べられることは調べないと。あれ、ユノ姉さん、なんで確信があるの？なんか私に隠してない？
な、何もなくってよ。本当よ、マジ。ユノ、嘘ついてない。ユノ、さくらには悪いけど、彼から接触があるまでは完璧にごまかすしかない。円滑な関係を重視ってことで追及はしないけど、もう少しうまく隠しなよ、ユノ姉さん。ユノ、ごまかし完璧。でも、ブレイクミッション不完全。不完全ってどういうこと？確かに、データが断片化してたり、破損してたり、世界がほころんでいってるみたいな嫌な感じがするディレクトリだね。まともなミッションは一つだけだね。世界が壊れていっている。この件について管理システムから何か指示はあった？それが全然ないんだよね。こっちからの各種申請もずっと保留のまま。まさかシステムダウンしてるんじゃないでしょうね？そこは大丈夫だよ。管理システムが落ちたら私止まっちゃうもん。そりゃそうか。じゃあそのまともなミッションを説明して。時間はあまりないかもしれない。さっき言ってたけど、マスターハーメスがちょっかいを出してきそうだから。彼のことだけじゃないわ。沈黙し続けている管理システムも含めて、嵐の前の静けさって可能性は低くはないから。了解。じゃあ唯一成立してるブレイクミッションについて説明するよ。これは初めての歴史だね。え？また新しいガンダムが出てくるの？その通り。フューチャーセンチュリー、未来世紀の歴史だね。国家間の争いを防ぎ、かつそこに兵器であるガンダムが関わる仕組み。お答えしましょう。それはガンダムファン。アラート、アラート、エマージェンシー、エマージェンシー。ハロー。これってイリオンステーブルのメインプログラムに干渉があった時の警報？あ、今回はノープロブレム。自動修復モードで全対応できそうだよ。でもかなり大きなデータの断片が複数発生してるみたいだね。さっきデータが破損してるとか、世界がほころんできてるとか言ってた、あれ？間違いなくね。調べてみるから、ハロ先輩、アラートを切って。さくら、了解。アラートオフ、アラートオフ。どうやら過去にブレイク修正されたミッションに異なる歴史の断片データが入り込んだみたいだね。修正した箇所に別のバグが発生したってこと？ユノ、ガタガタ言わず直せ。プログラマーだろ。あと再発しないようにしとけ、ユノ。ハロー、完全な立方体になるまで床に叩きつけていい？怖い。まあまあ、ユノ姉さん、罪深いパイセンを変形させる前に話を聞いてよ。今回の件、ブレイク現象ではあるんだけど、史実を壊すまでに至らない小規模なものなんだよ。だから自動修復モードで十分対応可能なんだけど、データ自体は大きいんだよね。史実の一部分やモビルスーツのデータが丸々一塊で入り込んだって感じ。なるほどね。そのデータの塊を除去さえすれば元の歴史に影響はないってことか。ただこれってチャンスでもあるんだよ。断片とは言ってもモビルスーツのデータは完全な形だから。あ、新しいモビルスーツ開発用データが取れるってことね。新しいモビルスーツ、戦力アップ。じゃあこういった断片データが混じり込んだ歴史をコンフューズドミッションとして登録するよ。放っておくと自動修復されてミッションが消滅するから気をつけてね。この期限をリビジョンリミットとして登録。じゃあこのディレクトリで選べるのは未来世紀のブレイクミッションと新しく発生したコンフューズドミッションね。イエス、マイ姉さん。詳しくはいつも通りハル君のコンソールから選んでみて。ブレイクミッション、コンフューズドミッション、好きに選べ、小隊長。さあ、新しいミッションが出てきましたね。Gガンダム系か、絶対ぶっ飛んでんだろうな。コンフューズド、まあ、いろんな機体が手に入るチャンスがあるってことか。ちょっと多すぎねえか。めっちゃ増えてんな。
ょっと見てみるか。コンフューズドミッションはランダムで受注可能。攻略済みミッションの特定座標に珍しいモビルスーツが敵として登場。そのモビルスーツを撃破することで新たな設計図を入手することができますと。コンフューズドミッションは受注可能期間が決まっており、期間を過ぎると受注できなくなってしまいます。またクリアした場合も再度受注発生するまでできないと。はい。でただコンフューズドミッションクリア時に入社できるリビジョンキーを消費することにより発生しない間でも、コンフューズドミッションを任意で遊べるということですね。はい。なんか出現中はなんかザクっぽいの見えてんな。やっぱそうなると欲しい機体があったらそこ行くって感じなのかな。まあまあとりあえずコンフューズドはおそらくモビルスーツ集めるためのミッションってことだと思うんで、ストーリーは多分ないと思うんでね、これはちょっとまたプライベートでやっていきたいと思います。というわけで今回もう一個はこちら、ブレイクミッション決勝開幕ガンダムファイター大集合、こちらやっていきましょう。メンバー変えるかな。さあ、リョウキはアムロとカミューにしましたね。なんか反応あるといいんですけどね。それでは未来世紀のブレイクミッションにレディー。待って、コンフューズドミッションのアラートで未来世紀の説明が途中までだったでしょ。ガンダムファまでは聞き取れたけど、そこで警報が鳴っちゃって。はいはい、ガンダムファイトだね。今回のブレイクミッションはなんとその決勝大会なんだよ。やっぱりここは小隊長さんにもガンダムタイプのモビルスーツで出撃してもらいたいね。さあ、また選択肢が出ましたね。俺は真ん中で行くぜ。見せてやるぜ俺のファイトをよ。その目はあのワルだった頃の小隊長。そういう武勇伝一番反応に困るんだよね。じゃなくてガンダムファイトって何？ユヌ姉さんがガンダムファイト国際条約7か条を覚えてくれたところで行こうか。小隊長さん、コロニー国家間で戦争せずに派遣を決めるルール、今までと違って世界観が特殊すぎるけど、まずは飛び込んでみるしかなさそうね。ユヌ姉さんの腹も決まったところで、今日のミッションは未来世紀。普通に戦争するよりはいいと思うけどね。詳細不明のヒストリーブレイク。それでは。ただ負けた時の責任とかやばそうだな。今だったら SNS で晒しもにされるんじゃないですか。負けたら。さあ始まったぜ。いよいよ年に一度、世界の運命。なんかお城が見えるな。ガンダムファイト決勝大会。ガンダム。一体誰が乗っているんだ。まさかアムロ大尉じゃないだろうな。そのまさかだよ。僕は大尉じゃないんだけど、誰と間違えているんだろう。さあ、二人のニュータイプを連れていくぜ。最終バトルロイヤルの朝となりました。おい、ちょっと見つかわしくねえやつがいるぞ。リオじゃねえか。ランタオ島は何まさかあのリオじゃあるまいな。さすがにそんなことはねえか。果たしてこの戦いに勝ち抜き最強ファイター、ガンダム・ザ・ガンダムの栄冠を手にするのは一体誰でしょうか。それではガンダムファイト最終決戦、ランタオ島リングへ。ガンダムファイトにふさわしい機体乗ってきたつもりだけど。ゴー。ちょっと、でもシャイニッキーの方が良かったかな、ひょっとしたら。一対一の戦いが原則って距離取って戦えるからな、その方が。前年度優勝コロニー側の意向で第5条は無効になってるんだよ。いきなりルールが無効になってる。初っ端から不穏だけど、小隊長、一番奥に見えたお城を目指して。あんな日本の城。さあ、コンテナはこれでゲットかな。よし、行こう。何が出てくるんだろうな、ボス。まずはオルガ。ここがバルバトスか。俺たちの場所なの。三日月くん、私がわかる。ユノアスタルトよ。狙われてる。ガンダムファイターでしょ。地球連邦コロニーの。何それ。危ねえ。私たちってそうなの。いや、でも何度も一緒に戦った仲間じゃない。よし、オッケー。今の俺は
火星鉄火団代表のガンダムファイターってやつらしいから、その威信と名誉だっけ、それは守んないといけないって。両機の必殺技打てるチャンスを狙っていこう。ガンダムファイター国際条約第6条、そろそろ俺のは撃てる。よし行けぜ。さあ行くぜ。僕が一番ガンダムをうまく使えるんだ。したか。いいぞいいぞ、打ち込んでくれ。仲間と一緒にいたい。そのためにはもっと強くならなきゃいけない。よしダウン取れる。ブレイクさせられた。すごいな。私たちにだって強くなきゃいけない理由があるってことよ、三日月くん。筋を通すってことか。オルガがよく言ってるやつだそれ。俺はそのために俺ができることをするよ。小隊長さん、私たちにできるのは彼を元の歴史に戻すことだよ。くっそ、バルバトスの損傷隊。小隊長さん、もう少しだよ。まだだ、バルバトス。ここは俺たちの場所じゃない。だからまだだ。あと一発。よし。オルガが止まらない限り、俺も止まらない。これまでも、これからも。多分何連戦かしなきゃいけねえんだろうな。代表のファイター、ブレイクアウト成功だね。本当に彼は家族である鉄火団とオルガ団長のために戦ってるのね。でも次に会う時があるとしたら、団長さんは多分もう。さくら。どうしたの？ザコ的か。この。うわあ！させるか。くらえ。回復欲しいな。落ちる。消えてなくなる。回復落としてくんない？動けないから。よし、こんで終わった。なんか2、3戦しなきゃいけねえって感じだろうな。次はこのゴッドガンダムすごいよ。さすがサインのお兄さんだ。これがゴッドガンダム。あぶねあぶねあぶね。土門さん、思ってたよりワイルド。違う違う、そいつはこいつは別物だ。コレクトセンチュリー時代のモビルスーツだって今ゴッドガンダムって。まずは見せてもらおうか、貴様の腕前をな。ターン X のサイニングフィンガーを受けてみるか。これはローダー破砕マニピュレーターでしょ。当たってくれ。ガンダムファイト国際。このターン X こそ銀河の隊員を立てるぜ。みんなで助こう。こちらちょっとぶち込んでやれ、ぶち込んでやれ。黒歴史を知らない愚か者は地に這いつくばって消えてもらう。これ一回回復した方がいいか。なんか不穏な単語だけど。よし、簡単に言うと月の宮殿に隠されたデータバンクのことだよ。人類が繰り返してきた戦争の全記憶。いやー結構苦戦してんな味方。文明から技術まであらゆるものを収めてね。そんなで、このターン X すごいよ。さすがターン A のお兄さん。え、同系機が他にもいるの？ターン X の兄弟機に当たるホワイトドール。戦士文明の滅ぼし。あんまり近づきたくないなあいつ。ガンダムが破壊者になる歴史。我々の歴史は間違っていたのだ。人類は戦いを忘れられんからターン A を目覚めさせたんだよ。まさかターン X にもその力が。今のうちに削っとこう。黒歴史の期待が次の黒歴史の幕を開ける。文明の子ハハハハハハ。我が世の春が来た。あの音、ね、しっかり駆け取ってくれるな。ありがてえ。ムーンレースの冬の時代は終わった。温帯省の目的は地球に帰還することじゃないわよね。これで一気にダメージを負わせる。移住ではなく戦って奪い取る。うっそ、ガードしたのに。侵略だよ。戦いを忘れたムーンレイスは死人のように歴史を重ねただけで何も生むことはなかった。回復使いたくない。だからって戦争を起こすとか文明を滅ぼすなんて歴史を繰り返すんですか。一気相手してる間に黒歴史こそ我が魂の目指すものなり。回復は使いたくない。助かる。助かったぜ。黒歴史を知らない愚か者は。こんなことで決める決める。よし、武士の本懐遂げられんというのか。すごすぎだろこいつ。やっと帰ってくれた。大丈夫か、ゼータガンダム。日本の侍とか武者のことだね。プライドの高い兵士というかジャパニーズ侍。さあ行くか。ソモさんがネオジャパン出身だからかしら。
それに黒歴史。回復は2回残ってるな。あと何戦しなきゃいけねえんだ。その類似点も気になるところね。よし、ルートが開けた。奥の後ろに大きなブレイク反応。今度こそゴッドガンダムだといいんだけど。崖を登って進みましょう。武者ガンダムの可能性大だよな。あのお城自体が怪しいけど、ワンダオ島にあったっけ。予想通りじゃないの。出てきた。やーやー、遠からん者は音にも聞け。我こそは武者ガンダムなり。バフの BGM ですね。ガンダムファイター。ガンダムファイターどころか、ヒットポイントが味方あんまねえからな。どういう意味。気をつけないと。 AI 制御の無人機ってこと。問答は無用。先に俺の方に影もらっとくかな。降りかかる火の粉は払うまででござる。ガンダムファイト国際条約なすものか。ここからいなくなる。ぶち込んでやれ。この島は一体まるで魔界にでも引きずり込まれた感じでござる。この人というかガンダムさんはどこから。時は戦国。一回でダウン取れるかな。花も嵐も。こんな時ナイト殿や大槌の大将がいてくれれば。俺がタゲを取る。ナイトガンダムとコマンドガンダムのことだね。そんな本意で持ってんの。あらゆる生物の生命力を狙う宇宙大魔王と戦って世界を守ったヒーローたち。もう頭が痛い。ヒーローとは何でござる。ヒーローっていうのは勝利を手にした者だけに許される呼び名でござる。ここで決める。なんと名誉な。だが悪を滅ぼさずして武士の誉れが立つものか。焚きつけるのはやめてよ。正体の大将頼むぞ。強いでござる。よし、影が来た。極悪非道のザク三兄弟にも引けを取らぬ。だがこれ以上の邪魔立てをするな。その頭スイカのように割ってくれよ。スイカ割り。ああスイカ割り。多分スペシャルタックまで粘れればいけるな。言い訳は聞かんぞ。正義の鉄槌受けてみよ。シエスト。テンション上がってる。いっぺん割られる前に打ち取って。小隊長。よし、もらった。はぁ、動けるチャンスかな。サブニが回復したらいいと。家電の泣き方、そして相手をムクマルを持ってしてもここまでとは。武器なしのガンダムもいる。一回やられそうだな。あ、やられた。ならば家電の力鉢巻きでアイアスしばらく。武器がなかったとしても戦えるってこと。少し太鼓ガンダムくらいの大きさの宇宙大魔王を素手でひっくり返す程度にはパワーが出るよ。おのおのがかチャンス。おどき召されよ。どすこい。家電のなぎなたとかいらなくない。武者ガンダム打ち取ったり。さよう。武士は地力技が肝心。面目ござらん。追い打ちでアムロの血に加えておいたけど間に合ったな。いやー、飛んだガンダムファイト決勝大会だったね。こんな狭い島でやるには密度が濃すぎよ。広い火星とかでやればいいのに。さあコンテナコンテナ。ヒル姉さん、ガンダムファイト国際条約第7条。ああ、そうか、地球がリングだ。アムロ帰還します。さあこれにて終了と。何手に入るんだろうね、設計図。あー、ターン A ガンダムね。ターン X も手に入った。ガンダムファイト終了。小隊長、強かった。小隊長。これなら連邦軍をクビになってもいつでもガンダムファイターとして働けそうだね。そんなアホな。宇宙世紀にそんな職業ないから。選択肢か、やっぱ真ん中かな。俺ガンダムっていうのはやっぱ男の子の夢だよね。小隊長にモチベーションがあるのはいいとして、今回のブレイクミッションでの収穫は。データを調べるとあそこには最大で5つの歴史のガンダムがいたんだけど、それをリムーブしたことでディレクトリの負荷が軽くなって他のブレイク現象が検索できるようになったんだよ。それは朗報じゃない。ドモンカッシュマスターアジア、このディレクトリ内に確認できないと思ったら早速強報が。それってクリュセ防衛戦の時と同じよね。
あの時はオルガ団長、三日月くん、秋広くん、鉄火団やギャラルホルンの面々があちこちの歴史にブレイクしてたけど、今回は複数のガンダムの大容量データのせいでオーバーフローが起こりかけたみたい。それを回避するため管理システムがガンダムファイターたちを別階層に転送した。それがゴッドガンダムとマスターガンダムってことね。もし意図的にブレイク現象が起こされているなら、ディレクトリ間のデータ移動も仕組まれたの？そうだとしても影響力のある機体を作ることに関係があるとは思えないけど。イノ姉さん、修正可能なブレイクミッションが3つ検索に引っかかったんだけど、説明しても OK？ あ、ごめんごめん。いいわ、聞かせて、さくら。最終バトルロイヤルを勝ち抜いてお疲れみたいだね。じゃあ空気を変えるためにもブリーフィングルームで説明しようかな。以上3つが見つかったブレイクミッションだよ。また宇宙世紀が2つ、コズミックイラの歴史が1つだね。1つ目は私たちの時代、宇宙世紀 0083、 ジオン残党軍デラーズフリートによる星の屑作戦によるコロニー落とし。コロニーの落下は止められない。そんな中で私たちができることを考えないとね。次は同じく宇宙世紀、13年後の0096、 地球のトリントン基地でネオジオンの残党軍と戦うミッション。13年前ガンダムが奪われた因縁の土地、モビルアーマーがいるって話だけど。史実ではね。ブレイクミッションはどうなってるか不明。最後はコズミックイラの時代、前回のヤキンドゥーエ攻防戦から2年後の地球、ドイツのベルリン、巨大モビルアーマーに攻撃されてるって話だから、準備は怠らないでね、小隊長。よし、じゃあブリッジに戻ってハル君にミッションデータを送ろう。ユル姉さん、ハル先輩にインストールする？いえ、私はプログラムをサボらせてもらうわ。私にプログラムをさせることが管理システムの目的なら、情報はできるだけ隠すべきよね。サボタージュ了解。それじゃあ私がインストール、レディーセット。待って、さくら、パスコードなんだ？3年待ったのだ。ブレイクミッション登録完了。ブレイクミッション登録完了。コンフューズドミッションも忘れるな、小隊長。自動修復まで時間制限あり。リビジョンリミット、リビジョンリミット。断片データを収集しつつブレイク修正もしていかないといけないのね。ちょっと忙しいけど、これからのためにも戦力増強は不可欠。小隊長さん、よく考えてね。はい、というわけでストーリーの方も進みまして、新しいミッションがまた追加されましたね。まあ次回はこの辺進めていきたいと思います。で、あとはコンフューズドミッション、まあ期間限定とかもあるみたいだから、まあ進められるものはちょっとまた個別でね進めてみたいと思います。はい、というわけで今回はここまで。またよかったら見に来てください。失礼します。